します。出川、武蔵野大学人間科学部出川夏樹と申します。出川さん、はい、よろしくお願いします。お名前お願いします。はい、経済学部経営学科の菊池優衣です。お願いします。お願いします。お二人はどうして一緒に今回出ようと思ったんですか？私がまずマスカットの方で応募かけてるのを知って、すごい自分は FS に対して楽しかったという思い出があったので参加したいなと思い、同じ唯一高校が一緒だったんですけど、一緒なので一緒にやってほしいなと思いお声掛けさせてもらいました。高校生の同級生なんですね。なるほどですね。私も出川さんと一緒で、その1年生の時に福岡県大川市の魅力発信プロジェクトというのを体験したんですけど、まあ、1ヶ月体験したんですけど、その期間でいろんなことを学んで、まあ、楽しい思い出もできたので、自分もその FS に今回こういう企画の大会という形で、まあ、また自分も関わりたいなと思って参加しました。ありがとうございます。今の心境はどうですか？いや、こういう場は正直慣れてないので。そうなんですか？とても緊張してます。とても緊張しました。頑張ります。はい、頑張ってください。今の心境をお聞かせください。私も人前で話すこととかがまず慣れていないので緊張しているんですけど、頑張ります。ありがとうございます。最大のライバルはどこのチームだと思いますか？いや、でも全部でも一番気になったのはどこですか？1年生 の、 運動会がすごい、なんかすごいアイデアだなと思ったので。なるほど。ちゃんとコロナにも、なんかコロナの中でできる取り組みとして一番、なんか他の班、全部のグループの中で一番納得したというか、そういう点も良かったし、アイデアも素晴らしかったし、そこが一番気になります。なるほど。ですが、今日は何位を取りに行きますか？1位いいですね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは、経済学部経営学科の菊池優衣です。人間科学部人間科学科出川夏樹と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。私たちは海の豊かさを守る FS の提案をいたします。目次はこちらになります。テーマ、企画内容、目的、日本の海の問題に対する業種の活動、具体的な事業計画の順にお話しさせていただきます。テーマは SDGs×FS を実現する新しい校外学習です。この FS の名前を、日本の魚の資源管理を学ぼう、森を守り魚を守るとはです。企画内容は漁師の仕事の体験です。漁獲体験だけでなく、植林活動、海藻の苗の移植、捕食生物の駆除など、一般的に知られていないような業務も体験してもらいます。これらを通して SDGs14、15番を身をもって学んでもらいます。SDGs14 番は、海の豊かさを守ろうです。持続可能な開発のために、海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することです。 SDGs15 番は陸の豊かさを守ろうです。陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、並びに土地の劣化の阻止、回復及び生物多様性の損失を阻止することを目指します。次は企画内容です。大きく3つあります。1つ目は、座学では補えない校外での学習です。2つ目は、コロナ禍による学生運動不足の解消です。この2つに関しては、コロナウイルスが流行してオンラインでの活動が増え、学生は家での学習がメインになりました。そこで
オンラインの学びだけでは補えない校外での学びを取り入れるとともに、学生たちの運動不足になる解消になる活動を取り入れたいと考えました。3つ目は、自分たちが参加した FS には漁業や林業のプログラムがなかったので、新しく取り入れてもいいのではないかと考えました。そこで SDGs14 と15番に着目し、 SDGs×FS の新しい提案をいたします。次は、先ほど企画内容でお話しした一般的に知られていない業務を紹介いたします。日本の海の問題に対する業種の活動として、一つは山での植林活動です。行う理由としては、山の森林に含まれる栄養分が川から海に流れ、海の生態系を作る基盤になるからです。こちらは山、川、海の関係を表したものです。詳しく説明します。川の上流にある山の豊かな森林は多くの栄養分を作ります。雨が降るとその栄養分は山から川、川から海に流れ着き、植物性プランクトンになります。その植物性プランクトンを動物性プランクトンが餌にすることで繁殖します。繁殖した動物性プランクトンを小魚が食べ、その小魚を中型魚が食べ、それを大型魚が食べるという食物連鎖が起こります。このような循環が生まれるため、山の環境を保つことは海の生態系を守ることにつながります。山に豊かな森ができることで魚が増えます。以上の理由から、漁師の方は植林活動を行っています。もう一つは藻場再生です。磯焼けという藻場の衰退や消失が深刻化していることを改善するために、ウニや石積みなどの駆除を行っております。次は実施場所ですが、北海道の増毛町と考えております。ここを選んだ理由は、増毛町は移住計画をしており、増毛町の PR に貢献できるのではないかと考えたからです。また増毛町の自然の豊かさを知り、学生に増毛町の大自然を堪能してもらいたいと考え、ここにいたしました。次はスケジュールになります。開催時期は増毛町で行われる時期に合わせて10月開催いたします。期間はこちら2週間と書いてあるんですが、1週間にこちらの店で訂正いたします。森林や海の課題を理解し、地域での課題を解決するには必要な日数と考えます。こちらが提携先の候補です。次はプログラムにおける危険性と対策です。一つは、有毒危険生物による被害です。対応としては、応急処置に必要な薬剤、道具を用意します。またプログラム実施前に有毒危険生物を知れるポスターやガイダンスを用意します。二つ目は自然災害です。対応としては、ハザードマップ、緊急連絡先、緊急避難先を確認します。その他事業計画です。人数は密を防ぎ、水産業で働く方から十分な指導を受けれるようにするため6人にしました。と、宿泊施設はコテージで、食事は自炊または外食です。金額は宿泊費と体験費で、こちらも5万円と書いてあるんですが、8万円と訂正させていただきます。すみません。その他食費は別でかかります。増毛町施設候補は、増毛町にある自炊が可能なミンスという施設です。外観はこんな感じになっております。その他、写真の URL になります。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。まず公表に移らせていただきたいと思います。まず藤田様より、公表をよろしくお願いいたします。HNS の藤田と申します。発表大変お疲れ様でした。まず2つすごく素敵だなと思いましたのが、まず企画の目的の中に、現有の FS プログラムにおいて、その SDGs14 番15番に該当するプログラムがなかったということを自らお考えになられ、その上で、新設をしようとこのプログラムを企画したというところは、これはもう武蔵野大学に対するソリューションなのかなと感じる部分もございまして、とっても素敵だなと思った部分の一つでございました。また2点目といたしまして、プログラムのリスクヘッジを少ししっかり考えられていたと、もし現地で不測の事態が起きた際にどういった対応をしようか、こういったところまでプログラムの造成においてお考えになられた上で発表されているというのがとても素敵だなと思いました。
はい、ありがとうございました。私からは以上です。とても素敵な発表でした。ありがとうございました。続きまして、それでは上田先生よりもご校長よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。大変興味深く聞かせていただきました。ここまで日程とか宿泊先とかそういうところまで考えておられるんだなというところにまず基本的に感心いたしました。感想と少し質問になるようなところもあるんですけども、まずこういう漁業林業っていうなかなかしんどい、ある意味しんどい仕事というか現場なんですけど、そういうところをどちらかといえば最近の若い人は敬遠するというふうな場所だと思うんですが、まあ、そこに注目されているところが、まあ、すごいなと思うと同時に、どうしてそこにこうその現場を体験するっていうちょっと何て言うんでしょう、ハードな方に思われたのかなっていうのを後でお聞きしたいなと思いました。あとそれから非常に海と陸というある意味こう欲張りなプログラムですよね。非常に壮大なテーマなので、それが本当に1週間でも2週間でも1ヶ月でも結構大変なぐらいの大テーマだなというふうに思って、でもそのやっぱり SDGs がテーマになるということはこういう大テーマになるということなんだなというふうにも改めて、僕も気づきました。でなのでもしかするとまず第1回目は森を学ぶ、もしかすると2年目は海に行くとか、そういうふうに何年かかけて何かこのお考えになっている海と陸の壮大な世界が理解できたり何らか貢献地域に貢献できていったりするような、なんかそういう何年かかけてのプログラムのような考え方にするっていうのももしかしたらあるかなというふうなことも思いました。この短期間で皆さんが少しずつつまみ食いして全部経験するっていうやり方ももちろんありだと思うのと、なんかすごいいいテーマなんで丁寧に丁寧にでも一学年が全部できなくなっちゃうのでそれも悩みどころなんですけどね、そういうような考え方もあるのかななんていうふうにちょっと思いました。ちょっと質問だか好評だか曖昧になりましたけど、まずちょっとこういうハードな現場系をちょっと関心を持たれたのは何かそういう方の出身なんですかとか、はい、出身は違うんですけど、SNS のプログラムにそういったハードなというか第一産業に携わるようなプログラムがあったら面白いんじゃないかなと思って入れました。やっぱりそういうプログラムとかがないとなかなか関わる機会とかもないので提案しました。ありがとうございます。結構たくさんの学生が応募してくれそうですか、そういう同級生とかでこの漁業やるんだよっていうのでなんか応募してくれそうな感覚があります。どうですか、海と山行くんだよ自分だったら参加したいなあ、もう一人が私も農業、なんか今までの自分が参加したやつには農業が多くてこういう林業とか漁業の体験できるプログラムがなかったのでそういうのがあったら自分は体験したいと思ったので、はい、自分は体験したいです。素晴らしいと思います。だいぶなんか船酔いとかねそういうのがハードなやつを経験して強くなりそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、この発表を終わりにさせていただきます。